皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢ひろゆきでございます。盛り上がってますね。ニコン ZF。 こんなに聞かれるかってぐらいめっちゃ聞かれる。あのカメラどうなんですか、星空に向いてるんですか、持ってないんですか、みたいなね、すごい聞かれるんですよ。今自分がどう思ってるのかっていうのを皆さんにお伝えしたいなという感じですね。だからもうホームページとかスペックを見てですね、こうなんじゃないですかねっていう、まあ言ってしまえば適当なことしか言えないです。なのでまあそれをお話しつつ、あとね、昨日新宿のニコンさんに行って実機触ってきたんですよ。でね、ダーク画像っていうのを撮ってきたんですよ。で、そのダーク画像を見てノイズを分析するぐらいはできるかなっていうことを考えたので、後半は、そのダーク画像を見つつ ZF のノイズ耐性というかそういうのどうなのかなっていうのを見ていきたいなと思います。正直あまり好きなやり方ではないんですが、まあ皆さんのお役に立てばいいかなと思います。はい、じゃあ行ってみましょう。結論から言うとですね、今現行機種というか、まあまだ発売してないですけど、現行機種の中で最もニコンの中カメラの中では星空撮影に向いてる機種っていうか、星空を撮るのに適した性能が入ってるかなというふうに思います。まず画素数が2450万画素まで落ちましたね。同じフルサイズセンサーで画素数が、まあ、4000万画素ぐらいあったでしたっけ。 Z8 とか Z9 と比べると画素数がぐっと低くなりました。まあ低くなりましたっていうけど、もう十分なんだけど、2400万画素もあれば画素数が下がった分、その1画素が画素ピッチが広がるので、1画素あたりの受光量が増えますと。ですからダイナミックレンジの向上や高感度ノイズの減少ということにつながりますよっていうのがまず一つ言えますよね。それからですね、スターライトビューがついたっていうのは熱い。はい、大変熱いです。スターライトビュー液晶ブースト機能なんですけども、成形写真を撮ってる時に、下半分真っ暗だから何撮ってるか分かんないわけですよね。でその中でスターライトビューをオンにすると、あの液晶ブーストの機能が作動して、見えなかったものが見えるようになるという、とても便利な機能です。価格帯が確か30万切るんですよね。20万以内のカメラで、まあそのニコンの中級クラスの機種っていうんですかね。その中でスターライトビューがついたの初めてなので、まあこれはいいなと。Z9 も Z8 も、他の Z6-2、Z7-2 と比べるとノイズ増えてるんですよ。ただ、今ってソフトウェア上でノイズを取り外すっていう、Photoshop の、ノイズ低減 AI とか、まあそういうものがあるので、撮影の仕方によってはそういうノイズとか気にならないような感じで、まあ、スタック処理もあるしね、撮影の方法によってはそのノイズっていうのは全然回避できるんですけども、ただやっぱそういう画像処理とか得意じゃない人にとっては高感のノイズってすごく気になるじゃないですか。でそれがやっぱりね、最近のカメラのその動画性能とかオートフォーカスの性能が向上すると、どのメーカーもそう、ノイズ増える、必ずノイズ増える、もうねしょうがないなと思ってるんですね。ただその中で ZF は画素数が下がって、まあ、オートフォーカスの性能はまずまずなんですけど、動画の性能もまずまずですよね。あの、今最低限このぐらいないとおかしいよねぐらいの性能を積んできたなっていうイメージなんですけど、多分大げさにノイズが増えるようなことにはなってないんじゃないかなと思います。Z6 と同じセンサーなのかなっていう方が、メールがありました。で、その Z6 と同じセンサーなんて嫌だなみたいなこと言うんですけど、あのね、それね、ちょっと間違ってまして、あのセンサーってね、新しくなれば画質が上がるかってそうじゃないんですよ。だから余計な機能が入ることによって星空撮影で一番気にする画質や効果の性能っていうのがダイナミックレンジで落ちるんですね。もうちょっとなんか塗り絵っぽくなるっていうのかな。あのセンサー古いのダメとかね、あの素直にないです。むしろ私は裏面照射じゃなくて表面照射の方が色のノリとかあの画質はいいと感じているので、むしろ表面照射で積んできて欲しかったぐらいですよね。センサーはもう十分いいんですよ。で大事なのはエンジンです。はい、エンジンは常に良くなってますから。で ZF はそのエクスピード7っていう Z8 に搭載されているやつが搭載されちゃったので、Z6-2 のセンサーにその新しいエンジンが積まれるんだったら、いやそれはいいんじゃないのっていう感じはしますよ。うん、まあ、ダメなところも一応言っときましょうか。あのね、レリーズ端子がないんですよ。レリーズ端子がない。
スナップとかポートレートとか、まあ、街歩き用のカメラとかだとレディーズって使わないですけど、私たち星撮影する人って必ず使うんですよね。しかも私タイムラプスやってるから、あのスライダーと連動するときにね、そのレディーズ端子って必ず必要なんですけど、レディーズ端子がついてないです。あのもしついてたらごめんなさい、見てきたところなかったので。タイムラプスの外部周辺機器とレディーズを連動するとか、天体写真で使うその赤道儀とレディーズを連動するっていうのは USB 経由じゃないとできないんですね。ジンバルとかは大丈夫ですよ。ただあの USB 端子っていうのは基本外部給電、USB 給電用に使うので、私の場合はレディーズ端子がないっていうのはちょっと痛いかな。あとまあボディのサイズが小さくなったことで、うん、熱ノイズがどんだけ出るかなっていうのはちょっと不安ですかね。まあそれはこの後を見るダーク画像の検証でわかると思うんですけども、そのバリアングル液晶になったんでね、その今ウランジさんとかで、そのボディの裏にパタって貼ってその冷却するシステム、商品安いのあるじゃないですか。ああいうのを使えばボディの熱ノイズとかは取れると思うので、冬とかは気にしなくていいですけど、まあその他の季節、特に夏場とかはカメラを冷却する、アイテムってのは使った方がいいんじゃないかなと思いますね。私は買うかどうかなんですけど、今のところ買う予定はないです。というのも私タイムラプスの制作が基本的にメインの、表現方法ですので、 8K で残しておきたいんですね。で2450万画素だとちょっと画素数が足りないんですよ。だから 8K の動画制作ができないので、ちょっと普段使いのやつからは外れるかなっていうのと、あと、Z8 ってさ、で私もうすでにこうフラッグシップを2つ持ってるわけですよね。 Z9 と Z8 っていう。でこの2機種に関してはこうレンズを交換するときにこのシャッターが降りてるっていうね、電子シャッターのカメラならではのこのセンサーにゴミが入らないようにするシャッター膜っていうのが降りてるんですよ。で ZF 見たときにこのレンズキャップ外したらセンサー丸見えだったので、あーそうかそれかみたいな感じだったんですよね。だからね、そのこのシャッター膜が降りてるっていうのはもうゴミが絶対許されないタイムラプスの撮影においてはですね、非常に心強くて、失敗を起こさないためにもこっちの方がいいかなと思ってます。最初懸念していたんですけど、その Z8 とか9とかにはこのファンクションボタンっていうのがすごいたくさんあってですね、いろいろこうカスタム設定というか、あのすぐに呼び出したい設定をここに割り振れるんですね。で ZF はですね、そのボタンが足りないなと思ったんですけど、液晶モニターのそのタッチファンクションで設定が割り振れるみたいなんですよ。だからそれを駆使すればそんなに、設定に関してはボタンの少なさっていうのは苦にならないかなっていう感じはします。とりあえずその最初に言ったホジズラ撮影をニコンでやるであれば、まあ今一番適してるんじゃないかなっていうふうに感じるのはそういうところですね。まあ画素がまずまず抑えられているってことと、スターライトビューが備わっているっていう、この2つだけでも買う価値はあります。そして値段がそこそここなれているっていう感じですよね。私もね、その ZF その成形写真用で1台買ったらいいんじゃないのって思ったことあるんですけど、でもまだ Z8 のローンも残ってるんですよね。払い終わってないからさ、だからまだそれよりもね、ボディよりもちょっとレンズを拡充したいですよ。私はニコンの Z レンズを拡充したいので、今のところ ZF はまあ購入予定はないかなという感じですね。まあ、Z9 の時はそんなこと言ってまあ導入したんですけど、今回もどうなるか分かんないですが、とりあえず今のところはそういう感じです。はい、じゃあちょっとベラベラ喋りましたけど、この後ダーク画像を見てみましょうか。ダーク画像って何かというと、いわば超秒時のイズリダクションで使う写真のこと、画像のことですね。超秒時のイズリダクションで例えば30秒露出したら30秒かけてそのノイズを取るんですけど、30秒かかるその30秒の間に、真っ暗な画像、ノイズだけの画像を撮影してるんですね。それがダーク画像、ダークフレームと言います。で撮影方法はここレンズキャップをして実際の設定で撮影すると。で今回感度6400の60秒1分の露出で撮影したものを、新宿のニコンさんのショールームで、ZF にメモリーカードを挿してですね撮ってきました。で Z8 と Z9 私の手元にあるんですけど、この2つとどういう風にノイズが変わるのかなっていうのを、検証していきたいと思います。はい、当然キャップをして写真を撮るのでこんな風に真っ暗になります。はい、で左上の方にね
出てます。ロー画像読み込めました。はい、ライトルームでね、ZF、それから Z8、Z9 というふうにですね、3つ、画像、ダーク画像を撮ってきてます。いずれも感度6400の60秒ですね。これで、まあ、実際に星が撮れているわけじゃないので、これでそのノイズがどんだけ多いのかなっていう比較をしようと思うんですが、ちょっと最初の検証としては、起点ノイズが多いかどうかをちょっと見てみます。テクスチャをですね、目いっぱい上げて、その ZF、Z8、Z9 の写真にこれ全部適用します。で、シャープはとりあえずかかったままでいいか。まあ、カラーノイズは撮った方が見やすいと思うので、これかけたままにしておきますが、ノイズ低減ですね、はかけてない状態になります。いきますよ。ZF、Z8、Z9。これもう気づきました。はい。もう一回いきますよ。ZF、Z8、Z9。はい。明らかに起点ノイズが少ないです。やっぱこれは画素数の差もありますし、動画性能とかオートフォーカスの性能っていうのが、まあ、この2機種ほど上がってないからかなっていうふうに思います。まあ、直接的な要因はわかんないんですけどね。まあ、画素はかなり影響してるでしょうね。この点点点点点点点ってこれですよ。これが起点ノイズです。うん、起点ノイズが ZF の方が少ないですね。これは画像処理やりやすいんじゃないですか。星の写真撮りたい人、それから、成形写真撮りたい人、成形写真です。まあ、画像処理あんまり得意じゃない人とかでも、この辺のデータは結構扱いやすいんじゃないかなと思います。で、次にですね。これちょっと明るくしてみようと思います。そうだな。2.7 ぐらいに明るくしてみましょうか。ノイズだけを明るくするっていうか、明るくしてノイズが分かり、目立ちやすくするってことですね。Adobe Color じゃなくて、フラットにします。ニコンのフラットが、一番その、なんていうか、まあ、画像処理しやすいデータなんですよね。はい。露光量2に抑えました。はい、で見ていきます。ZF、Z8、Z9、 これ皆さんにどう見えてますかね。 Z8、Z9 の方がノイズ多いなって感じるの私だけでしょうか。だいぶその全体に散らばってる粒々が少ないんですよ。その代わりちょっと赤かぶりしてますね。赤くなってるでしょ。これやっぱりボディが小さくなってるからじゃないかな。センサーが大きくてボディが小さいっていうのは、やっぱり放熱スペースがなくなるので熱ノイズが持ちやすいっていうことはあるんですよ。はい。ただ、だから熱ノイズがちょっと多い分赤く映るねっていうのはあるんですけど、うん、で次やることは、このホワイトバランスのところね、ほら、このヒストグラム、赤とマゼンタが飛び出てるでしょ。これはこの色が明るい部分に多いよっていうことなんですけど、これを右側をこうなだらかにホワイトバランスを調整してみます。こうかな。でもうちょっと明るくしてみましょうか。こんな感じ、まあ、最大でもいいんだけど、はい、こんな感じで同期して他のカメラもホワイトバランスを整えていきます。これやっぱりあれだね、全部違う発色するんだね、このカメラね。うん、こうかな。際どいな。今ここの右肩だけを見てます。右肩だけが揃うように見てます。で Z9、 あ、9はもう揃ってる感じかな、これ。はい。じゃあちょっと見ていきますね。もう何のこっちゃってなるかもしれないですけど、ZF、Z8、Z9。これ一応ホワイトバランスの右肩を揃えたところなんですけど、特徴としては、ここ見てください。イエローが強いね、ZF ね。イエローが強いです。はい。で、Z8 になると、グリーンが強くなるイメージは確かにあるんですよ。Z8 は少しグリーンが強いです。で、Z9 が割とフラットっていう感じですかね。うん。で、その、ZF のここの部分が黄色が多いってことは、
天の川のその中心部とか撮影するときに割とあとあの辺その太陽光的なイエローの部分が多い領域なんですけど、その辺が割と発色いいんじゃないかなっていう印象がありますね。うん、で Hα 領域、赤い星雲が映るか映んないかっていうことに関しては大して変わんないです。カメラが新しくなったから Hα が映りやすくなるかっていうのはそれはないですね。そのD810A みたいにもともとそれの波長を通しましたみたいなカメラだったら別ですけど、あの通常のカメラで Hα 急に通るようなことはないので、そこは期待しない方がいいかなと思いますね。要はその Hα 通すと全部ホワイトバランス狂うんですよ。だからニコンが今までこう培ってきたホワイトバランスの設定とかその優秀さっていうのは失われることになるので、むしろ崩したがらないですよね、そういうのはね。Hα 領域映したいと思ったら、あの早田カメララボさんっていうね、その、デジタルカメラをその天体写真 の, その赤い色が映るように改造するっていうことをやってるところがあるので、そこに出すといいと思います。あの今日私の先輩の成形写真家さんが教えてくれましたけど、一応その早田カメララボさんでも ZF は改造できそうだっていう見込みらしいです。はい、見込みだそうですので、そういうところに出してバッチリ成形写真用、天体写真用にやってみるのがいいんじゃないかなと思いますね。でその成形写真ではいいけど、天体写真ではちょっと厳しいかもしれない。厳しいっていうか、あんまり向いてる向いてないだったら成形写真はいいけど天体写真はそんなにっていう感じかな。まあ熱ノイズが結構発生しやすいみたいですし、レリーズ端子がないからやっぱいろんな撮影に支障が出るんですよ。成形写真撮る分には問題ないと思うんですけど、天体写真だとちょっと一工夫必要かなと。できないわけじゃないよ、できないわけじゃないんですけど一工夫必要かなって思いますかね。うん、なんかこうできるできないって言ったら、あ、なんかこういう星空写真家の人が言ってなんかダメなんだみたいに思っちゃうと思いますけど、それは創意工夫で何とでもなりますからね、そこは気にしないでください。ただ今あるデータとかスペックで比較してこういう傾向なんじゃないかなっていうことを私今お話ししますので、購入の参考にしていただければなと思いますね。はい、ということで、いろいろ言いましたけど、総括すると、星の写真、成形写真撮りたい人には向いてるんじゃないですかねっていう結論ですね。だから売れるんじゃないこのカメラね。えどうしてもね、そのスペック最近のカメラなんか ZE でもないもそうだけど、その趣味でやる人にとってはやっぱり性能が高すぎるっていうか、ここまでぶっちゃけ求めない人の方が多いんじゃないかなと思うんですよ。で特に星撮る人なんてオートフォーカス使わないし動画も撮らない人がほとんどなので、そのノイズとかね、画質とかそういうスターライトビューとかね、そういうところをね補充してくれないと、自分が使わない機能ばっかりてんこ盛りになってその値段が上がるってなってやっぱ買わないじゃないですか。そういう人には刺さるカメラだと思います。はい、楽しみですね。私もね、発売したら、まあちょっとお借りすることができたら実際に撮って皆さんにまた ZF の成形写真の画像をお見せできる機会があるんじゃないかなと思いますんで、またその時をお待ちください。はい、ということで参考になれば幸いです。はい、それでは今日の動画はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。したっけねー、したっけ。